レモンケーキお菓子の広屋のレモンケーキレモンケーキとは、レモンの形をした焼き菓子である。レモン形状のスポンジ生地あるいはバターケーキが土台になっており、上からチョコレートやアイシングがかかったものや、レモンピールの入ったものなどがある。広島県物産陳列館で、大正8年3月4日から3月12日まで開催された、三ノ島ドイツ不慮技術工芸品展覧会の 貸し即売所で日本初のバウムクーヘンと共にレモンケーキが販売されて大好評だったという。また製パン製型用型製品を製造する千代田金属工業が昭和48年に洋菓子店からレモン型の焼き型の製造依頼を受けたのがレモンケーキの始まりとも言われている。レモンケーキ前世紀は昭和40年代でその頃のお使い物といえばレモンケーキが多く、 どこの仏壇にもお供えされていたくらいポピュラーなお菓子であった。レモンケーキブームは昭和40年代末から昭和50年代半ばまで約10年ほど続いたが2010年代に再来していると言われており、コンビニエンスストアのロソンがスプーンで食べるレモンケーキを発売するなど懐かしのレモンケーキというよりも新しい現代のレモンケーキが登場している。ありがとうございます。